今シーズンはの目標は J2 優勝ですその上で J1 昇格を勝ち取りたいと思います単年度の強化方針というよりもこのクラブの大きな強化方針として勝利文化の構築というものを打ち出しました我々クラブ員全員選手スタッフそしてフロントスタッフもしかしたらファンサポーターの皆様もメディアの皆様も一緒になっていただいて 我々の勝つ確率を1%でも上げていくそういった組織にしていきたいと思いますそのためにまずは選手たちのトレーニング環境やさまざまな環境を改善してデータやコンディショニングに関するものも含めて細部にこだわりながら1%でも勝つ確率を上げていくそういった環境を整えていきたいと思います そして昨シーズンが終わりシーズン中も含めてですけどもシーズン終了後チームの検証を行いました我々ができたことできなかったこと足りなかったことそういったチームの強みそして課題を明確にして今シーズンどのようなサッカーをしていくかということを監督の木山とも何度も何度も話し合いました。 そして今ここにいる9名の新加入選手にも加わっていただくことになりましたが編成を行いました二つ大きなポイントがあります一つは昨年の主力選手の残留です資材出場率上位18名のうち3名を除き残留をしてくれました 残留した選手と話をしているとあの悔しさをもう一度この岡山で取り戻したいもちろん他のクラブから声を掛か,かる選手も多くいました J2 の場合 J1 に昇格ができなく上位で終わった時には多くの選手が J1 クラブに引き抜かれることまた昇格した J2 クラブに移籍することがありますが多くの選手が強い覚悟を持ってこの岡山に残ってくれました 本当にこの場を借りて、彼らに感謝を申し上げたいと思いますそして、新加入選手に関しては先ほど申し上げたように本当に細かく分析をさせていただきましたデータ、試合映像1年間通してスカウティングも実施してきましたそして、彼らの人となりを調査というほどでもないんですけども確認するために所属元の関係者 出身高校や出身大学の指導者にも確認し、我々にとってどういった選手が一番適しているのか、強みをさらに向上させ、課題を解決できる、そういった選手を選択し、交渉し、ここにいる選手たちに来てもらうことになりました。当然監督の木山が現場で 木山のサッカーを体現するための選手たちですので何度も何度も木山とも話し合いをしながら時には本当にディスカッションして選択肢を広めながらそして絞りながら進めてまいりましたその中で大事にしたのは彼らの覚悟です先ほど北側の話にもありました通りまずは自分が成長したいそして成長した上で このクラブを昨年果たせなかった J1 昇格に導きたいそういった強い思いを持った選手を獲得しようと思って交渉に臨みましたがここにいる選手たちは皆同じことを口にしてくれましたそしてその中で嬉しかったのが岡山のスタジアム最高ですよね僕もあそこでプレーしてみたい対戦したときにすごく嫌でしたファンサポーターとチームが一体感があり 後半、特に勢いがあって失点するんじゃないか俺もこのクラブでやってみたいまた、秋山監督のアグレッシブなサッカーがすごく面白そうだそして若い選手が成長している自分もこの仲間に入って成長したいそういったことを言ってくれましたここにいる選手だけでなく新たにスタッフも補強しております。経験豊富で ベテランの木澤コーチ若手の指導に定評のある柳川コーチにも来ていただき木山監督の下でスタッフが一体化しここにいる選手たちの指導を当たっていただきます先ほどの北側のプレゼンにもありましたけれどもこの2023年は本当にこのクラブにとって勝負の 都市になると思いますここにいるメンバーそして今日ここにいない選手スタッフ一丸となって今シーズン戦っていきたいと思います今シーズンどうぞよろしくお願いいたします、えー、皆さん明けましておめでとうございます、えー、今年も、えー、ファジアの岡山の指揮を取らせていただくことになりましたあの北川社長が大熱演をしたそうで、えー、聞いておりませんでしたがもう あの私が話すことはないんじゃないかなと思ってますあの、まあ、新加入選手の記者会見ということでありましてあのとても満足してますあの私がリクエストした選手メッシュだけがちょっと取れなかったもうちょっとだったんですけどあのそれ以外は100点だと思いますあの昨シーズン3位を勝ち取ってくれた主力がほとんど残留して そのサッカーにプラスアルファを加えていける成長力のある若い力で経験の持った特徴のある選手を獲得することができて力強い限りです彼らとまた今シーズン新しいチームをブラッシュアップしていって昨年届かなかった J1 にもう一度チャレンジしていきたいと思っています。 全力で頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、こんにちは、えー、湘南ベルマーレから来ました高橋亮です、えー、まずこのファジアーノ岡山さんでプレーする機会をいただき本当にありがたく思っています、えー、チームの目標である J2 優勝 J1 昇格に向かって、えー、僕の力であったり、えー、今までのサッカーキャリアの経験というのを生かして、えー、貢献していきたいと思います一、えー、年間よろしくお願いします ファジアの岡山の皆様はじめまして横浜 FC から来ました高木優也です素晴らしい環境を整ったシティライトスタジアムでプレーできる姿を浮かべてわくわくしています自分の持っているすべての力を出し切って戦うので一緒に J2 優勝をしたいと思いますよろしくお願いします、えー、水戸郷両クから移籍してきた鈴木義武です、えー 自分のプレーだったり自分の楽しんでいる姿をたくさんの人に見てもらえるように一生懸命頑張りたいと思いますよろしくお願いしますえ横浜市から来ました田部井亮ですえっとポジションはボランチをやっています、えー、今年は自分のらしさをしっかり表現してチームの目標を達成できるように頑張ります、えー、また自分の活躍している姿をしっかりスタジア,でスタジアムで見せて子供もたちに夢を与えるように頑張っていきますよろしくお願いします 北海道コンサドール札幌から来ました井川空ですポジションは主にボランチそしてスリーバックすべてできる自信があります、えーまあ、この1年で岡山の皆さんと共に成長してレンタル移籍でありますけど岡山のことだけを考えて自分の成長とチームの成長と両方考えつつ 全力で取り組んでいきたいと思っていますよろしくお願いします、えー、ジェフユナイテッド市原千葉から来ました桜川ソロモンですえっとポジションはフォワードをやってます、えー、まず J2 優勝っていう目標を自分の力を加えてこのチームでできたら、えー、ベストだと思っていますし、えー、ここで成長してチームと一緒にもっと上のステージに行って活躍したいと思います よろしくお願いします鹿島アントラーズから来ました山田大輝ですゴールキーパーです、えー、僕の熱量をチームの選手やスタッフそしてサポーターの皆さんにも届けられるように頑張ります一緒に J1 に上がりましょうよろしくお願いしますはじめまして清水エスパルスから来ました川谷成ですポジションは、えー、右サイド アタッカー、ハーフできます。チームのため、そして自分の成長のために、自分が持っているもの、すべてを出したいと思います。よろしくお願いします。ガンバ大阪から来ました坂本勲です。ポジションはフォワードです。ファジアーノ岡山の J2 優勝、J1 昇格っていう目標に向けて、自分が力になれるように頑張ります。よろしくお願いします。 昨日のスタートのミーティングでもあの選手たちに優勝するために80ポイント以上狙っていこうとそのためにあの、まあ、簡単な数字ですけども我々昨シーズン61得点、42失点ゴールディファレンスが19そういう成績で3位という結果を残しました。ただこここれ優勝とととといいううろに持っていこうとすると やはりあと10点得点力を上げること失点はあの一昨年より得点力を上げるために攻撃的に戦ったために少し増えましたがそれでもあの1試合1点これをもうちょっと下げて、まあ、具体的に言うとあの我々も自分たちのチームの分析をしました、えー、カウンターからの失点少し多かった。 なぜまあ、でも、それはある意味相手コートでプレーしているから起こり得ることでそこを防げるようにもう少し自分たちの戦い方あと、選手の能力そこを突き詰めていこうとあとは比較的クロスからの守備は強いと自分たちは思っていたんですけども失点数が意外と多いとそれはどちらかというと まあサイドから簡単にクロスを上げさせることが守備では多かったとそういうことも少し改善していけるような考え方メンバー構成にしていこうと、まあ、そういう自分たちのプラスアルファしていく攻撃の部分とマイナスの部分をまず補っていく必要があると考えましたでその中でサッカーのスタンス大きなスタンスはあの変える必要がないと思います 攻撃的に相手コートでプレーしていく前からプレスをかけていくしっかり相手を押し込んでゴールに迫っていくそういうプレースタイルは続けていきながらより得点を奪えるようにより失点を減らせるようにその中でゴールディファレンスを目標の30に近づけていけるようにすることが優勝へのまずはスタートかなというふうに思っています。 そうですね、高橋選手はそんなに若くないかもしれませんけど、<laughs> あのいや、年齢のところはそこまであのこだわったところではありません、ただ、成長意欲ですね、あの特に秋、まあ、山監督が、そういった、あの共に成長させる、共に成長するっていうことを強く、あのまあ、ストロングとしてる監督でもありますし、 また、えー、昨年活躍した若い選手たちの姿もあの記憶が終わりだと思いますけどもあのそれと同様にこの彼らと話をしていてもすごく成長力がありますまた悔しい思いもあ,のある選手も多くいましたそして、えー、彼らがここで成長できるんだということを実感してくれてましたのでこれは本当に何かこう我々にとってはそういった選手たちがこう輝ける土壌がこの岡山にはあるんじゃないかなというところは あの少ししし意識をしましたプラスアルファ、やはり今、木山監督が話したような、えー、ウィークのところを保管すること、ストロングをさらに増やしていくこと、えー、は意識しましたけれどもあの、若いのはあの、若い選手が活躍しやすい土壌であるということは理解しつつあの、そこまでのこだわりはありませんでした、えー、自分の特徴はやっぱり攻撃的なところだと思っているので。 やっぱりそのゴールに関わるということをまあ常に目標としてやっていますしまあサイドで2桁アシストはしたいと思っています、えー、やっぱサイドは攻撃だけじゃなくて守備の部分もあるのでそのサイドのデュエルの部分であったりまあ先ほど言ってましたけどサイドからのクロスが多いというのはやっぱりサイドの選手に問題があると思うので。 えー、そこでクロスを簡単に上げさせないであるとかそういう守備の部分もしっかりやっていきたいとは思っています自分の強みはドリブルの突破力だったり左足からのクロスなどといった攻撃を得意としていますしかし、守備、まあ、そのワイドをやる上で守備も大切なのでその細部にこだわるという意味でその絞りだったり1対1の負け,負けないところだったり、まあ、そういうところもしっかりこだわってやっていきたいと思っています。 で具体的な数字としては10アシストっていうのを昨シーズンからずっと目標にして昨シーズン達成できなかったので今シーズンはその目標を続けててやっいいいきたいと思います、えー、自分の持ち味は攻撃面ではビルドアップだったりあの持ち出しの部分を後ろからできるというところと、まあ、守備ではあの味方選手をしっかり動かしてコーチングできるところと。 危機サッチを生かして、まあ、頭を使ったプレーができることが持ち味だと思ってます、えーまあ、今シーズンは、まあ、センターバックの中でやっぱりセットプレーから得点をする選手も多いと思うので、まあ、そういう人たちを見習って自分もゴールに関われるような仕事をできたらなと思っています自分の特徴は、えっと、怖いところでボールを受けるというところと 相手にとって怖いところにボールを入れるという作業ができるところだと思っています。で今シーズンは、まあ、昨年度はアンカーをやらせてもらうことが多かったのであまり前に出ていけなかったんですけど、まあ、そういうバイタルのところで仕事ができるようにまず、あ、ら入っていく作業というところにもこだわってやっていきたいと思っています。で数字ののところは、まあ、横浜市ででででももセットトプレーのキックをやらせてもらてっったたんですけど、まあ、アシストできなかったんで まあ岡山ではしっかりこうアシストという形もそうですし、まあ、自分のキックでゴールアシストをできるように頑張っていきますす以上です、えっと、僕の、えー、特徴としてはダイナミックなプレーが攻守ともにできるというところとあとは運動量豊富な選手だと思っているのでそういったところでチームにいい影響を与えられるように頑張っていきたいなという,ふうに思っています。 で具体的な数字のところに関しては、まあ、僕はまず初めにチームの勝利というところがあってチームを勝たせられる選手になりたいというのがあるので、まあ、自分の結果も大事なんですけど、まあ、長く試合に出続けてチームの勝利に貢献するというところをこだわってやっていきたいなという,ふうに思っています。お願いします。 ゴール前の迫力あるプレーであったりとか前線で起点となるプレーそして前からの守備で限定してボールを奪うというところまで特徴としていますこのプレーでチームの勝利につながればいいなと思っています具体的な数字の目標で言えば15点以上をノルバで達成できればなと思っています僕の強みは 大きい体を生かしたダイナミックなセービングやフィジカルで負けない強さだと思っています、えー。具体的には無失点試合を1試合でも多く積んで,で、まあ、欲を言えば1アシストしたいです。 自分の特徴は縦への推進力とスピードなのでえ何本もクロスを上げて得点とアシストで2桁ぐらいいきたいですそして、あとはえ守備が少し苦手なのでそれは頑張ります自分の持ち味はボールを持った時のドリブルであったりゴール前での仕掛け だったりあとはライン間でボールを受けて前を向くっていうところが自分の持ち味ですで具体的な数字で言えば、えー、今年は、まあ、2桁はマストで取りたいなというふうに思ってます印象ですか、えー、まだあの指導して間もないんで、まあ、そんなに印象でもやっぱみんな若いし 本当練習から元気があって、本当、エネルギッシュなチームだなっていうのは思いますスタジアムがまず迫力があるっていうことと、まあ、その企業的にもそのいろんなチームの企業から支えられている地元愛のあるあふれるクラブだなっていうのは感じました。えー、自分分のの印象としてては、あの前所属のミトホーリーホックに似てる部分が、 あのピッチ内外で多いなっていう印象で、まあ、ピッチ内で言えばアグレッシブにボールを奪いに行くところが似ていて、まあ、その中でやっぱりこう粘り強く守るところっていうのが水戸にはなかったとところだと思います、えー、自分の印象は、まあ、同年代の雄大だったりはるか大志含めてそういう若い選手が躍動しているチームだなって印象をものすごく持って、はい、ここに行きました。 まずピッチ内のところではすごくアグレッシブで木山監督もおっしゃっていましたが攻撃的なサッカーを展開しているなという印象でしたでピッチ外のところではファンサポーターの皆さんと一緒に戦ってすごいサポーターの皆さんも熱狂的な方が多くて迫力のあるチームだなというふうに思っていました、えー、昨年度、えー、対戦して すごくアグレッシブで、えー、相手側だったんですけど見ていてとてもワクワクするサッカーだったので、えー、すごく魅力がある印象です選手のみんなは結構真面目で静かだなという印象です年齢層が結構若くてタフなので誰にも負けないぐらいタフになります自分もえーとクラブとファンサポーターが一体となって なんか一体感があってすごくいいチームだなっていう印象です全てをこ,う <laughs> あのこの場で話すのは楽しみが減ると思うのでえ少しだけあのお話をさせていただくとするとあの今の J2 は本当にえ個性があって多彩もうチームのカラーが本当に多彩。 だなと思いますもう22チームあれば22チームの色があるぐらいかなとでその中で本当にボールをつなぐのがうまいチームもあれば本当にこうスピードがあって速いチームもあったり本当に守備が強固なチームだったり、えー、まあ本当にいろんな色があるんですけども我々は昨年あの比較的 強く守備をして、早く攻めるチームだったと思います。で、それは。あの。選手のカラーもそうですし。岡山がこれまで培ってきた。あの、しっかりチームで、組織で戦っていく、守備をするっていう、そういう伝統も当然あったと思います。で、その中で、まあ。足りないことが、もしあるとすれば。ボールを持った時に、もう少し。 あの確実にいい攻撃を構築していける能力なのかなという気はしてましたただあの間違えたくないのはあの我々は決してこうボールをつなぎ倒してそれで満足するチームを作るつもりはなくてまあ単純に言えばうまくて速くて強いチームにしたいそういう思いで。 あの岡山の今指揮を取ってますでそれを私は続けていこうと思いますしでそれをさらにあの進化させてくれるあの選手たちが来てくれたんじゃないかなというふうに思っています、まあ、一番はやっぱりこのチームで、まあ、プレーしたいっていうことですしやっぱり服部さんとかと話をして。 その岡山が目指すビジョンを聞いて自分もこのチームの力になりたいというのが思いましたしもっと岡山,の岡山県を盛り上げていくような J1、隣に広島と神戸がいますしそこで岡山が J1 に上がってそこでまたダービーとか できればもっとこの岡山県を盛り上げられると思ったので、まあ、そういう話を聞いてここでプレーししたたいいな思ま J1 昇格に近いチームということと、まあ、あと、自分的に個人的にもやっぱ早い段階からオファーをいただいていてでプレーオフを見ていたんですけど、まあ、その中でその山形に負ける姿を見て悔しいって。 個人的に思ったので、その直感でこのチームを選びました。僕も高木選手と一緒で J ワン昇格の可能性が非常に高いと直感的に思ったことと、あの新しい環境で挑戦したいという気持ちが強かったので移籍を決断しました、えー。僕はもうシンプルに選手として人として強くなりたいっていう思いが一番あって岡山に来ました。で、まあ昨シーズンは 岡山戦も含めてシーズン終盤に少し試合に出させてもらったんですけど、まあ、自分にはまだまだ力が足りないっていうところをすごい痛感してでもそれはネガティブな意味ではなくてすごいこう伸びしろが自分にあるっていうのを自分でもま理解してますし、まあ、そういう自分を信じて成長できる場っていうのが岡山だと思ったので、まあ、ここに来たっていうのと、まあ、先ほどと被ってしまうんですけど、まあ、本当に同年代の選手が活躍している 姿を見て自分も成長できるっていうところを、まあ、思ったので、えー、岡山に来ることを決めました僕が岡山を選んだ理由としては食、えー、部井もさっき言っていたように若い選手たちが活躍しているのを見てより刺激を受けましたし、えー、それをより近い距離で、えー、また刺激をもらいながら、えー、僕も刺激を与えつつ そういった選手たちとともに成長していきたいなというふうに思ったた。ので岡山を選びました僕の加入の決め手としてはこの環境が整ったクラブで成長ができるそして若い選手が多い中で高い競争ができるというところが僕の決め手です。一番 J1 に近いクラブだと思ってここに決めました。えー J1 に上がるという目標をこのチームは持っていてそれに僕も乗っかりたいなと思って決めました J2 上位でそして若い選手がすごく活躍している印象があったので自分もその選手たちのように成長したいなというふうに思ったのでこのチームに決めました。えー、J2 優勝するために必要な J2、えー、優勝するために必要な選手として力になれるようにという思いとあとは出場機会を増やしたいという思いで決めました。